それでは参りましょう。続いての登場はこの地、関東南カンファレンス3位、サイモン・ドット・エグゼナンバー47、上野段健人ナンバー73、川崎ローレンスナンバー27、柴田正勝And number 12, Troy Snyder. 対するはこの地、同じく関東南カンファレンスランキング1位、東京ダイムドットエグゼ。ナンバー17、小松正弘。ナンバー7、鈴木啓太。ナンバー20、岩下達郎。ナンバー3、ローリー・ファンノン。 3x3.exe プレミア2080プレイオフファイナルモアザンビクトリーゲーム4、サイモン .exe vs 東京ダイブ .exe、 両チームウォーミングアップスタート。続いては第4試合です。同地区対決ご覧いただきます。ホワイトが昨日のプレーオフを1位で勝ち上がったサイモン・ドット・エグゼ、対するはこの地区1位、昨年のチャンピオンが登場、東京ダイム・ドット・エグゼ。参りましょう。ゲーム DJ サオリー、レッツゴローレンス、スナイダーが行く。Yes, on point。加藤、スナイダー、Yes, on point。サイモン・ドット・エグゼボール。ケイタ、フォトゥグリーンの東京ダイムドットエグゼ、ナンバーセブン鈴木ケイタ。ローレンスはノー。そしてナンバーセブンティーン、70番の小松正弘、この2人は3x3現役の日本代表コンビです。その日本代表コンビに大夢は新外国籍選手ローリー・ファンノンを加えて3人で挑みます。オンコート上、このローリー・ファンノンはニュージーランドで 3x3 元代表経験があります。そのローリー・ファンノンからラインクロース、
ここまではいいリズムでサイモン川崎ローレンスの2 5対0。さあ同地区3位のサイモンが1位の昨年王者東京大も相手に先制パンチ5対0。取った柴田来たファウ。この柴田もプレミア初年度から活躍する点取り屋。Here's one point。 空中で向きを変えて川崎ローレンスグッドプレー。6対0アドバン。さあ何かがおかしいぞ東京ダイムドットエグゼ。序盤はリズムをつかめず2分30秒。ここで畳みかけられるかサイモンドットエグゼ。ローレンス繋いだ2ポイント、これが2 8対0。ノー、繋いだ2ポイント10対0。スナイダー昨日の決勝戦ではこの2ポイントを連発。イエス2ポイント来た。鈴木啓太の2ポイント、ようやくこの大会初スコアは東京大。この両チームレギュラーシーズン同地区ですから当然対戦があります。ファーノイエスファーノワンポイント、ファールをこうプッシング。ファンの方に聞いたところシーズン中はサイモン一度も東京ダイムに勝てていないそうです。ケータキックアウト小松、これはラインクロスサイモンボール。柴田のスコア啓太2ポイント。さすがは百戦錬磨鈴木啓太。チェックマイボールキープ、チェックもう一度ワンポイント、6点差。ローレンス ローリー柴田来るぞ、2ポイントを狙ってくる。まもなく5分を経過、13対6。 DJ は沙織、レッツゴー。5分3秒サイモンはチームファールが5つ目。
ダウン、ツーポイント。ここでツーポイントが得意上野ダンケントがスコアをメイク、15点目。ファールはサイモン・ドット・エグゼニコール。ポジション争いに対してサイモン・ドット・エグゼニコールです。これでサイモン・ドット・エグゼはファールが6つ目、6ファウル、7つ目から相手にツーショット。ここでタイムアウトコールはダイム・ドット・エグゼ。ゴーダイムコール。そう、昨年のチャンピオンチームです。どんな逆境でも跳ね返してきているのが王者の証。絶対絶命は9点ビハインドからワンポイント。さあダイム、ここはこらえたい。川崎ローレンス、ブロック。2ポイントを狙う小松。先のアジア大会ではこの小松の2ポイントで劇的なる優勝。ロー、ファールはホワイト、サイモン・ドット・エグゼニコール。ただいまのファールでチームファールが7つ目です。これよりダイム・ドット・エグゼフリースロー、2ショット。ワンポイント。ケイタ、スナイダーがヒープ、ツーポイントを狙う。ツーポイント。昨日からこの男がアンストッパブル。フォー、2ポイントショットに対するファウル、2点が認められて、さらにファールは8つ目です。8ファウル、これにより2ショットが与えられます。OK、 5点差。ここに来て点差を縮めてきた東京大。スライダーかわす、ワンポイント。18点目、小松、ヒェー、ツーポイント。4点差。ここはマストストップオペン。スライダー厳しい体勢から2番、東京大ボール。ケイタ、キックアウト、小松。東京ダイム・ドット・エグゼにファールをコール。残りは3分。ローレンス、ダイムボール。
キックボール。小松がキープ。ゲイワン、三点差。カット。1点差、ついに1点差まで来た。これが東京ダイムか。小松が逆転、19対18、ローレンスブロック。しかしまだある。ヒューストンポイント、同点、19対19、ツーポイントできる。決まればノックアウト。2ポイントを決めればノックアウト勝利。どっちが決める。ナイスパス、1ポイントゲット、マッチポイント。残る時間はたっぷり。カットボール、さあタイムアウト。タイムアウトはホワイト、サイモン・ドット・エグゼニコ。さあ皆さん、一番面白い場面がやってきます。サイモン20点、東京ダイムは19点。 3×3 ファン、拍手であげよう。どっちが勝つんだ。ショーローレンスかよ。3×3 ドットエグゼプレミア2018シーズンプレイオフファイナル、マーベルスペシャル、モアザンアビクトリーゲーム4、東京ダイムドットエグゼバーササイモンドットエグゼノックアウトで、ウィナーはサイモンドットエグゼ。しかしながら昨年のチャンピオンの意地見せてくれました。東京ダイムドットエグゼにも大きな拍手を。